ことメイクしようかな。メイク。メイク道具はちょっと。そっちか。ちょっとさ、スポンジ濡らしてくる。待ってて、スポンジ濡らしてくるからちょっと一瞬上向けとくわ。スポンジ濡らしてくるわ。ちょっと待ってて、こうか。あ、スポンジ、メイクしよう。ティッシュがいるな。ティッシュだ。ティッシュだ。綿棒。よいしょ。よし。おいしい。3時45分うんまでします。1時間半する。メイクしよっかな。よし。よし、これ日焼け止めの。あれ？どこ行った？え？入ってない、いつもの場所に。どっち行ったっけ昨日。あ、リュックの中だ。いつもに入れたんだ。メイクの写真ないね。一からする。
メイクしてないもんだって。もう。ちょっとリップ落とそう。よし。夜配信しますよ。それを。ヒロもやってるだけだよ。あんま時間ないからな、買い物しなきゃだから急がないとメイク。おすすめのお店は？どういうこと？どう？おすすめのお店？え？何それ、どういうこと？なんかざっくりしすぎててどういうこと？何？ん？あ、どこに行く？お仕事ですよ。仕事に行きます。
サイズあんま行ったことないからわかんないよ。わかんない、あんま行ったことない。2回ぐらいしかないもんね。何頼んだかも覚えてない。わかんないです。ソフチャコ、ハネピン、コキメもあるけど、コキメちょっと汚したくないからつけてない。1時まで、1時じゃない、間違えた。今だわそれ。1時は3時45分だっけな。3時45分。え、違う、え3時45分、ちょっと待って、違う、2時45分だ、間違えた。1時間半ぐらいだから2時45分だ、間違えてる。3時45分までやってた、遅刻したわ。2時45分です。なんか飛んだ気がした、今ファンデーション飛んだ気がしたんだけど、気のせい。わかんない、でも飛んだか、いや、わかんないわ。そんなの見えたけど、どこ行ったか分かんない。いや。
ありがとう。ちょっと待って、光がないとできない。よいしょ。パウダー塗ったらリップ塗れるか。もう塗れないわ。口も色ない。なんかファンデーションとか塗ってさ、下地ファンデーションまで塗り終わった段階が一番色ないんだよな。消されちゃうから、下地とファンデーションで口の色は。パウダー塗って、なんか、ちょっと塗りたい。きしょくない。気合入ってる？いや、いつも通りだよ。いつも通りですね、これは。うん、書くか。ピンク系のシャドウいつも使ってる。いつも使ってるのはピンク系ですね。慌ててるよ。いや、そ、めっちゃ慌ててはないけど、でも言うほど時間がないんだよな。買い物したいから時間はないけど、めっちゃ慌ててるわけだ。そこまでいつも通り
12時45分、あと1時間まで、あと1時間後までにメイクと髪を終わらせたいから、あんま時間がないんだよな。チークもいつも使ってるな。チーク入れない時もあるけど、コンスタントの時とかは最近は入れてないかも。チーク使ってる、チークはピンク系、ピンク系しか持ってないです。コンスタントの時にチーク入れるとさ、すぐ赤くなっちゃうからさ、踊ったら暑いと赤くなりすぎちゃうから入れない。コンサートの時とかイベントとか踊る時は暑くなりそうだなって時は。どんどんやっていかないと時間が足りなくなっちゃう。アイシャドウもなんだっけ、チークもピンク系かな。あと1時間しかない。夕飯の時間がない。シェーディングなんか入ってるか分かんない。時はタクシー、タクシーあんま使わないよ。使わないっすね。
1時間あるから大丈夫。あ、メイク終わる。髪の毛終わんなくても配信なくちょっと時間あるから、その時間でやればまあまだ大丈夫。まあ終わらしたいけど早く終わらしたいけど、よし、1時間あれば終わるね。メイク終わると アイシャドウ。メイク配信ちょっと時間がないんで今しちゃういや普通の配信をしようかと思ってたんだけど、普通にいつも通りの時間がなかったからメイクする。まだ納得いかない。どういうこと？まだメイク終わってない。そもそもアイシャドウ塗ってる途中なんだけど、終わってるけど、工程終わってるけど納得しないからやってるとかそういうわけじゃない。終わってない。そもそもメイクが、工程が、でこだし、いや前髪下ろすけど、メイクしてる時に前髪あったら邪魔じゃん。だから
んか光が見えないんだよな、反射が。左右だな、ちょっと待って、これだけ。メイクするときは前髪邪魔だからあげる。あげる？止めてるか。アイシャドウもうちょっとで終わるわ。あれ場所行かないと。寝る前やっぱ少ししたマイナスしたマイナスしてやめた。もういいやと思って、
2週間以上ある。まだまだそんなあるのか。でも2週そんなってほどではないか。短いよね。上がるといいな。白バニに埋まってるからな。でもプレスが少ないのもあるけど、そろそろ松葉行こうかな。まつげが次うまくいかない。右目がもつぼ落ちてきてるんだよな。これで いや、まっぱ月1ぐらいかな、落ちてくるから。左目はあんまり落ちてないんだよな、まずは。だからすごいやりやすいけど、右目が落ちてきてる。
マスカラついた。アイライン。目に入ってる感覚がある。ちょっと待って。右目できた左目リップ塗ってるのは一時まだな。とりあえずかな。全然ついてない気がする。ついてないな全然。
短いね、左。もうちょっと長く。どうかな。いいんじゃない、これで。出して。良さそう。うん。ちょっとはみ出た。次もマスカラ塗ってリップ塗ってチーク塗ったら終わり。マスカラもなくなってきたのかな、私の顔だけかな、入ってるか分かんないんだよなこれ。まだあるか、めっちゃマスカラついた。まぶたにめっちゃマスカラついちゃった。あとで撮ろう。にしますよ。ここも通したいのに通んない。
っちゃマスカラついてる、やばい。これ私の肩は良さそうだ。うまくなってきてるっぽい。多分ちょっと メイク終わりそうでよかった。2時15分までに、あと30分あるか。落ちれば落ちてる。まつげが落ちて下のまつげとくっついちゃう。まつぱ行かなきゃだな、これ。
前でも行ってるよ。同じとこ、あの松葉と一緒のお店でやってもらってる。なんかめっちゃさ、だから整いたいんだけどさ、今サロンに行きたいからできないんだよな。眉毛サロン、眉毛サロンじゃない、あのサロンやってもらう時ってさ、眉毛手入れしてない状態で行かないできないからさ、それのやりたいけど自分で今しちゃうと行けなくなっちゃうから、2、3週間ぐらいねできないんだよ。そのお店に行って眉毛整えてもらいたい場合は2、3週間放置しないといけない。マスカラついてるわ。あれどこ行った、綿棒。綿棒どこ行った、落ちた。マスカラがついてるの。え、今綿棒あったのにどっか行った。どこ行った綿棒。今あったの。どっか行きました綿棒が。私なんか消えた綿棒。え、猫口の中に間違って入れてもないでしょ、入ってないし。どっか行った。新しいの出せばいいかもだけど、でも、絶対にどっかにあるって。あ、やばい、マスパッドが潰しちゃった、ネグリについちゃった。アイシャドウか、マスパッドにアイシャドウついちゃった。椅子に落ちてないのって見たもんだって。ない、え、どこ行った、さっきまで持ってたのに。そう。ないよ綿棒が。どこ行ったんだよ。私に出すか。うん、ついてるからな。あ、殻が。
前変わった。リップ塗る。アイロン温めとこうかな。今の間に。ちゃんとしたいです。いいの。切っちゃった。もう。めっちゃ目がゴロゴロする。絶対目に入ってるな。ネイルのトップコート剥がれてきてる。なんかなんでだ。まあいっか。早いな。でもこの前4日ぐらい前に寝る人ばっかなんだけど、黒さんもいいや、後でつけ。チーク髪の毛やってからにしようかな。
かっこいい。これブロッキングしてるだけだよ、髪の毛。鏡落としちゃった。ブロッキング、ブロッキング、ブロック、ブロッキング、分けてるってこと。前髪後ろ、鏡がちょうどいいさ、これで開けない。ちょうどいいところで受けない、入れづらいわ。いや、これだ。ダメ。ケープしないです。
できた。茶色のコンセント抜いてくる。完成。終わった。メイク塗っていくの。これとこれか。焼け止めはいらないね。これを置いておけばいいんだ。ゴミ。はあ、よかったよかった。終わって。無事。時間内に終わりました。なんかさ、電気明るくない？いつもより。眩しい。いつもどんぐらいだっけ？こんぐらいだっけ？めっちゃ明るいかな。飴美味しい。これおいしそう。あと6個だ。また買ってこようかな。6個あと。ダメじゃないよ。黄金と。黄金糖です。もう一個食べたいけどやめとこ。もう配信終わったら歯磨きするからやめとこ。できなくなっちゃう食べたら今。まあそんな感じ。黄金と。おいしいこの飴。松葉と眉毛のアイブロウ行かなきゃだな。松葉下がってきたからな。松葉。でもね、左はまだ上がってんの。右目がちょっとね、下がっちゃう。でもそろそろ行こうかな。左目も目尻の方下がってきてるし。
上がってくるとさ、下まつげとくっついちゃうんだよ。まぶたにまだマスカラついてたわ。ついてた、普通にまだ。もう取れたよね。多分取れた。取った後の今ついてたマスカラ。あんまり集まった感じないね。そう、俺はだってもう砂糖の塊だからな、ただの。これ原材料名、砂糖と水飴って書いてある。砂糖の塊からね、蜂蜜みたいな感じなの味、ただ甘いだけの。僕はグミで常備してるのないですね。ないです、特にない。お久しぶりに食べてるこの黄金糖。なんか久しぶりに見たからこれ買った。新品のグミが落ちてたら食べますか？道に落ちてたら、絶対に食べない。誰も食べないでしょ、そんな。道に落ちてても、そういう新品だとしても食べないでしょ。食べないです。お菓子を持ってるメンバー？え、わかんない。わかんないよ。誰だろうね。あんまり、イメージわかんないよ。学園に落ちても食べないね。差し入れで置いてあるんだったら食べるけど、落ちてるんでしょ。落ちてるんだったら食べない。今日さ、お昼にさドラッグしようと思ってさ、お昼にで、なんかその顔洗ったあとスキンケアとかしてて、12時8分 で12時15分からだったの今日は。だからあと7分だよと思って、でもまだちょっとあるからまだスキンケアしといて、あと携帯持ってこようと思っていろいろしてたら1時前になってた。12時50何分とかで、えドライブと思って、普通に過ぎてた。行こうと思ってたのに、携帯ちょっと遠い場所に置いててさ、通知来てたんだろうけどさ見えなかったんだよな、遠い場所に置いてるから。置いてたからその時いる場所、え、時間指定があるからな、ドライブは。忘れちゃうすぐ。
なんかなんだっけ、マナーモードにしててさ、通知が来てもさ音が鳴らなかったか分かんなかった。19時台のできるか分かんないんだよな、したいけどお仕事中っぽいから、できそうだったら行くけど、無理かもしれない。22時台はいけると思うけど、19時台はちょっと微妙だ。明日の夢トレ？明日なんかあったっけ？え？明日？ん？なんかあったっけ？何明日の夢トレって。分かんないよ。うつじ来ても気づかなかった。波動ないっけ？いや明日は波動じゃないね。11？ じゃないっけ波動。明日はないです。11のはず。2月11。あ、45分だ。ランキングも45分なのでランキングを読みます。13位からランキング読みます。13位、筋肉愛好家さんありがとうございます。12位ラスカールさんありがとうございます。11位トシベビーアットマーク、キョカタムズさんありがとうございます。10位、正宗さんありがとうございます。9位、日野にゃんまるさんありがとうございます。8位、おーちゃんゼロ三組さんありがとうございます。7位、バトニーさんありがとうございます。と6位、井上よしひろさんありがとうございます。5位、ユージアットマーク、今日も京香さんのことが大好きなんですさんありがとうございます。と4位、香港の春もアットマーク、京香さんありがとうございます。次3位、フロマンさんありがとうございます。と2位、ベベモンさんありがとうございます。そして1位がマルさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう、以上、ありがとうございました。明日の、明日じゃないわ、間違った、今日の夜もう配信するわ。明日のじゃない、明日の配信はじゃないわ、今日の夜また帰ってきたらするので。何時頃かな、23時とか23時前からできそうだったらするけど、多分そんぐらいになるかな。早くても22時台かなですかね。じゃあまた夜の配信で。ありがとうございました。また夜、バイバーイ、またね。ありがとうございました。またね。